こんにちは。今日は4月に届いたコスメの定期便の中身を見ていこうと思います。はじめにラクシーになりますね。今回ちょっと重みがありますね。中身を開けていこうと思います。パンフレットですね。今回は UV 対策と、あとはビタミンと、アフターケアに特化したものが入ってるみたいですね。UV 対策だから、まあ日焼け止め。あとはビタミンだからビタミン C とか、かな。あとはパックとか、入ってそうですね。あとは何やらパンフレットがちょろちょろ入っておりますね。1つ目、原品が入ってますね。こちら豆乳イソフラボンの濃厚美容乳液マスク。これは原品だから5枚入りですね。乳液マスク使ったことあったかな、忘れちゃったな。まあでもこのイソフラボン系のパック何枚か持ってて使ったこともある気がするので、これもまたストックとして順々に使っていこうと思います。そしてさらにパックが入ってますね。これはイージーデュー、マスターマスク。これは効果としては保湿と張りと弾力が出るマスクみたいですね。メイドインコリアなので韓国のブランドみたいですね。初めて出会ったものですけど、まあこれも順に使っていこうと思います。そしてこちらサンプルかな、サンプルですね。サナだからさっきの豆乳イソフラボンの会社と同じですね。インプリファイン、大気中の汚れからバリアして肌荒れを防ぐトーンアップ UV 下地のベージュカラーとラベンダーピンクトーンアップのものですね。こちらのベージュの方は肌色補正と毛穴カバー、ピンクの方が血色感のコントロールと透明感のアップの効果があるみたいですね。石鹸で落とせるものになってます。 SPF が50の PA が 4+ ですね。これが UV の効果のあるやつかな。なるほど、1回分ずつ入ってました。そしてまだありますね。これもサンプルかな。ロレアルパリの L セーブの、これはヘアトリートメントですね。1ミリの1回分のやつが6個入ったもので、原品かな、原品なのかな、6個入りで売ってるやつなのかな。サンプルとか特に書いてないので原品なのかもしれません。ちょっとわかんないですね。多分ここをプチッと割って1回分ずつ使えるやつですね。これもまあ使ってみようと思います。そしてまだ入ってますね。結構いっぱい入ってるな。これも原品かな。 UV プロテクトサンミルクシークレットミューズという商品名ですね。 SPF50 の PA が 3+ で、日焼け止め 50ml ですね。つけ心地が軽いミルクタイプで肌に馴染みやすくさらりとした使用感のサンミルクです。
これもメイドインコリアなので韓国のコスメかなと思いますね。うん、日焼け止め。でもこれ2019年の4月19日からって書いてるから、だいぶ前に作られたものですね。2年前に作られたものが入ってきて、使用期限が来年までです。どうなんだろう日焼け止めが入ってました。そしてさらにこれも原品かな、原品っぽいな。スキオ VC ホワイトピールセラム美白美容液の、10ミリのものが入ってましたね。ビタミン C のエキスが入ってて、それ以外にはでもエタノールとか入ってますね。とりあえず効果としては、まあ、メラニンの生成を抑えてシミそばかすを防ぐのと、あとは潤って毛穴を目立たなくしてくれる美容液だそうですね。洗顔後に先につける先行美容液か。違う。乾燥が気に、刺激が気になる場合は化粧水の後に使用してくださいなので、まあ化粧水の先でも後でもいいという感じですね。これも初めて出会ったものですが、使っていこうと思います。そして最後なんですが、こちらはサンプルサイズですね。アイオペですね。アイオペの、ステム3っていいのかな。ステム3アンプル。これは何の効果があるのかちょっとわからないんですが、パンフレットに書いてるかな。パンフレットには載ってないので、おまけの商品なのかな。ちょっと効果がわからないので、これはちょっとネットで調べてみて使ってみようと思います。まあ多分ね、美容液だと思うので何かしらの効果はあるとは思うんですが、ちょっと何系の美容液なのかわからないので、これは調べてみようと思います。ラクシーの中身は多分原品が3つで、サンプル品が3つっていう感じで、結構中身ちっちゃめですけど豪華でしたね。でラクシーの商品は、6点入っておりました。そして次にブルームボックス開けていこうと思います。今回は普通のいつもの黒い箱で届きましたね。よいしょ。今回はパンフレットでソフィーナが入ってるということは、これのサンプルが入ってるのかな。開けていきます。いつものようにインスタ、ツイッターのキャンペーンカードが入っているのと、今回のテーマは「シャイニー」。外に出かけたくなる季節にあなたに出会いとなるコスメがお届けできますようにということですね。では中身を見ていこうと思います。こっちもね、ブルームボックスの方が今回はちょっと軽いかなっていう感じです。わ、最初からなんかいいものが見えちゃった。こちら、ポール&ジョー。しかもまた袋もかわいい。サンプル入れとく袋にしようかな。かわいい。何やらいろいろ入っております。これ、新しく出た。
5月1日発売の、これは日焼け止めかな？なんかいろいろ、3種類入ってます。まずこちらが、ポール&ジョーサンプロテクションボディープライマーの、クリア日焼け止めで SPF が 50PA4 プラスの、まあ、顔にも体にも使える日焼け止めのサンプルが2つ。そして、こちらのちょっともうちょっと濃いピンク。ポール&ジョーのサンプロテクションボディープライマーのシマー01番になってますね。これは SPF が30で PA が3プラス。で、まあ、これも同じように顔にも体にも使えるものですね。そして、この緑色のやつが、ボディ用の、あ、なるほど。同じポール&ジョーのアフターサンジェル、ボディジェルクリームと、アフターサンオイル、ボディオイルが入ってましたね。全部これ多分新商品ですね。全8品出てるみたいなんですけど、その中の4品がサンプルで入っておりました。へえ、こういうボディ系のオイルとか新しく出たんですね。これは多分アフターサンジェルだから、まあ日焼けした後とかに肌の保湿とか、まあクーリングとかみたいな感じで使えるんだと思います。あー、すごい。ちゃんとこの袋も可愛くて、すごい凝ってるなと思います。かわいい。そして次に、ちっちゃい。こちら、ソフィーナ IP。日焼け止め美容液ですね。SPF50 プラスの PA4 プラス。よく振って適量を顔全体になじませます。まあ、化粧水とかそういうのの前に塗るのか後に塗るのか。日焼け止め美容液だから多分先に塗るんだろうなとは思いますね。4ミリのちっちゃいサイズが入っておりました。お、そしてこれすごい。オペラのリップティント。104番のクリアアメシスト。原品が入ってましたね。あ、しかも限定カラーですね。びっくり。まあまあ、まあまあ濃いめの色が。バーガンディーからピンク寄りな感じの色ですね。使えるかな？使うかな？なんか唇につけたら結構ドピンクになりそうな感じの色味です。オペラのリップ原品が入っておりました。そしてこちら。スカルプ D ボーテのオーガニック。シャンプートリートメントのサンプルが全部で、1、2、3、4、5回分ですね。オーガニックなんて出てるんですね。これも新商品かな？うん、シャンプートリートメントは全然あって困らないので、こちらも使っていこうと思います。そして最後にすごいのが入ってる。こちら、トランシーノの7日分のトライアルセット。美白化粧水、メイク落とし、美白美容液、洗顔、美白乳液。すごい、超リッチ。最近この美容液ね、多分先月あたりか。使ってたんですよね。あ、取っといて一緒に使えばよかった。 まあしょうがないんですけど。すごい、トランシーノの1週間分のトライアルセットが入っておりました。やっぱ今回は、まあ夏が近いっていうのもあって、結構日焼け止めだったりとか美白系のものが多かったかなって思いますね。まあでもね、これからの時期、もう紫外線も強くなってくるし、日焼け止めが入ってるものは必需品になってくるので、
今回の中身は、すべて役に立つものだなと思いました。今回の4月のコスメの定期便の中身は以上になります。ご視聴ありがとうございました。